火曜ただしは日本中央競馬会に所属した騎手。現在は同会の長教師。立東トレーニングセンターに所属。神奈川県横浜市出身。1953年横浜市南区に生まれる。実家はサラリーマン家庭であったが中学3年生の時に馬事公演騎手要成家庭の様子をテレビで見たことをきっかけに騎手を志した。 関東学院附属中学校を卒業後、馬事公園騎士課程に入所。2年次より京都競馬場の谷八郎の下で研修に入る。騎手試験には3度不合格となり、約6年間の下積みを続けた。ついで、瀬戸口務旧社で半年間の研修を積んだ後、1976年3月に瀬戸口旧社よりデビューした。初年度は19勝を挙げ、 中央競馬関西放送記者クラブ賞を受賞。1978年には46賞を挙げて、全国8位となりはずのベスト10入りを果たす。1980年、新山記念を、ノトダイバーで制し、重賞初勝利を挙げる。当年には、重賞4賞を含め、自己最高記録となる53賞を挙げて、全国6位につけた。以後、騎手として安定した成績を保ち、 1986年、瀬戸口9社からフリーとなる。その後は1992年まで、年間20から30勝以上の成績を維持した。1993年2月、長教師免許を取得式種を引退。通算成績は5493 559勝。g i 級競争での勝利はなかったものの10章20勝を上げ。 しぶく、地味な騎手という印象を持たれた騎手生活であった。1994年、立党トレーニングセンターに、火曜を正しき車舎を開業。同年6月11日に、札幌競馬場第9競争でパリス K1 が勝利し、延べ24頭目で、初勝利を挙げる。1996年、関谷記念を英心外門が制し、JRA 重賞初勝利。 初年度から徐々に勝利数を伸ばしており、2006年、2007年には、それぞれ31勝を挙げ、2007年度には、関西の優秀状況史賞を受賞した。2014年の JBC スプリントを、ドリーム・バレンチノで勝利し、G1 級競争初制覇。ウエスタン・ジョージに起場する火曜主な起場場場。カッコ内は火曜帰場時の勝利重賞競争。受賞を主な管理場。 カッコ内は当該場の優勝受賞競争。太とは GIQ 競争。受賞太とは文科生。カッコ内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。